巨匠の風邪の初期に使われ、高齢者にも向く薬として有名な桂枝湯という漢方薬のお話です。主に風邪の初期に用いられる漢方薬ですが、葛根湯と違い、体力がなかったり胃腸が弱かったり、あるいは日頃から疲れやすく風邪をひきやすいなど、病気を体の外へ追い出す力が弱い巨匠の人や高齢者に向く薬です。頭痛、寒気、発熱、主に微熱、のぼせ、鼻水、軽いうなじのこわばりや体の痛みなどの症状があり、皮膚が自然に汗ばむ時に用いられます。巨匠の人は体温が上がらないので、自然に汗をかき、熱があっても顔色が悪いことがあります。体を温める小経や血行を良くする芍薬などが配合された桂枝湯は、体を温めて寒気や痛みを取ります。滋養強壮作用のある体操が配合され、体力をつける働きもあります。風邪のほか、頭痛、神経痛などにも用いられることがあります。桂枝湯をもとに様々な漢方薬が誕生しています。中国漢代の小漢論という医学書の最初に出ているお薬です。現在の漢方薬はこの桂枝湯ベースに他の生薬を加減して応用範囲を広げているものが多く見られます。桂枝湯が向く人ですが、体力がなく自然発汗がある人です。主な症状は頭痛、発熱、微熱、軽いうなじのこわばり、汗ばみ、のぼせ、鼻水、寒気。配合生薬は桂皮、芍薬、体操、甘草、生協。今日の漢方薬のお話はいかがでしたか？漢方に興味がある方、また漢方薬飲んでみたい、どこに相談したらいいかわからないと思っている方がありましたら、京都女性漢方松宮局、私管理薬剤師梅垣舞にまでご相談ください。南丹市の美山町から今日はお届けいたしました。毎日6時45分に YouTube 配信しています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。